福岡皇帝大正8年3月7日は、日本の幕末から、明治時代の土佐藩士、政治家。五家城の御正門を過筆生態将を起草した人物である。通称は当時、画号は南品。英典は、久美東施釈。生誕地天保6年、土佐藩士、福岡公順の次男として生まれる。安政元年、吉田東洋の門下生として、 後藤章二郎や岩崎矢太郎らと共に支持し、その訓等を受けた。安政五年、吉田の反政復帰に伴って、大観察に登用され、後藤らと若手革新勢力、新おこぜ組を結成して、反政改革に取り組む。文久二年の吉田暗殺によって失脚する。文久三年、藩主、山内豊藩の蕎麦役に就任して、 後部合体運動に尽力する。他方で、坂本龍馬や、海援隊、陸援隊と提携するなど、前藩主、山内王道を中心に、繁栄勝者、改正官を通じて、植産工業政策を推進した。慶応3年、賛成に就任。幕府を中心とする、抗議生態論を反論とし、大政奉還の実現に向けて、薩摩藩との間に、 殺度名役を締結する。同年、後藤と共に、将軍、徳川義信に、大政奉還を勧告し、武力党爆破の薩摩藩や長州藩に対抗した。明治維新では、後藤や板垣らと共に、長子参与として、新政府に出資。越前藩の百合きみまと共に五箇条の五生門を寄贈した。明治四年、王政復古の功を称されて、 小天六四百国を授けられる。議事定裁取調べ書御用係を経て、藩の小三次、県大三次。政府内では、土砂罰の一人として、司法大助に任せられた。司法大助時代の明治五年十一月二十三日、司法教の江藤新平と共同で、法律で目けを持つことを禁止すべきとの憲白書を提出する。しかし、地区私は、 旧来の慣習であったため、憲白はいつしか立ち消えとなって採用されることはなかった。その後、元老院議官、文部教、三義、数密古問官、宮中古問官などの養殖を歴任した。明治17年、死者を授けられる。大正8年3月7日、皇居。去年85。墓は、東京都豊島区、ソメ墓地にある。ありがとうございます。